ができてますね。はい。では今日はですね、彩菜さんをですね、お迎えして、対談をですね、しようと思います。今日のタイトルですね、一応ですね、専業主婦の悩みがエッセンスクリエイターで解消、1ヶ月目から3万以上のお仕事を得る秘訣ということで、はい、彩菜さんにね、いろいろね、聞いていきたいと思うんですけども、皆さんもですね、チャットの方で参加してください。はい、お願いします。お願いします。彩菜さんですね、自己紹介、彩菜さんって、ね、一時、1歳児のね、ママさんですよね。はい。で、今ですね、お仕事を獲得されて、ね、どういう状態なのかなとか、過去のお悩みから今現在にどう変わってるかなってところもお聞きしたりしたいなと思ってます。はい。はい。あのさん、どうでしょう、簡単に自己紹介あ自り己ます。紹介。はい。角田彩奈と申します。専業主婦で、今1歳8ヶ月の娘を育てています。ね。そうですね。12月の終わり頃に、松江さんにお話を聞いて、講座に入るって決めてから、で、コツコツし始めて、講座受けながらお仕事につながりましたという状況です。はい、ね、ありがとうございます。では、そうですね。じゃあ、彩菜さん、今ですね、成果が出てきたところだと思うんですけども、今の実績ってどんな状態ですか？今は、4月から一つのお仕事と、4月の終わりからもう一つで、2件ですかね。はい。すごいですね。それまでは綾菜さん、ちょっとね、成果が出ないってことでね、いろいろはい。研究と、ね、揺れもあったかなと思うんですけど、ね、もう淡々とね、決まりましたかね。そうですね。なんか、ちゃんと自分のやることができてきてから、お問い合わせとかも増えたかなと思います。やっぱりね、やることをやったら成果出てきますよね。はい。で、案件、お仕事の案件、どのぐらいになるんですか？お値段か。値段は3万円のが2つですね、今。はい。じゃあもうね、6万円ですよね。はい。すごいですね。あやなさん、いつまで収入ゼロでしたっけ？どのぐらいの期間収入ゼロでしたっけ？年ぐらいですかね、多分。出産前からなので。そうでうん。すよね、1ちょうど歳。2年ぐらいかも。うん。2年ぐらい専業主婦で。その間のね、お悩みとかも、そうですね。じゃあ、綾菜さん、その頃のね、お悩み、専業主婦になって、お悩みってありましたか？悩みは、最初は、子供とゆっくり過ごしたいと思って、専業主婦よかったんですけど、1歳ぐらい超えてきたら、そろそろ働こうかなって思い始めたんですよね。でもそんなになんかうまく保育園が決まるわけでもなく、結局待機児童で働けなくって、やっぱフルタイムの人でももう厳しい状況だから、ちょっと幼稚園まで待つのかなって、やっぱ悩んだ時に、あと何年も収入がないのはちょっときついなと思って、で、だんだん節約の生活になってくるのもきつくなってきて、っていう感じでちょっと悩んではいましたね。結構私とね、似てますね。そうですね。この辺も彩菜さんとお電話でね、相談を受けた時にね、同じ同じって感じでしたけど。
やっぱり専業主婦ね、綾菜さんも自ら専業主婦選んだんですか？そうですね。前の職場でちょっと働きながら厳しいかもと思って、もう自分で決めて辞めました。そうですよね。まあ、お子さんとね、一緒に長い時間一緒に過ごせたり、成長見れるのはね、すごい嬉しいですけどね。やっぱり働こうってなると、自分のタイミングではね、うまくいかなかったり。で、綾菜さんもね、まあ、保育園探したりとか行動したけど、ね、自分の気持ちとは別に、ちょっと環境の影響で行動を止められちゃったりしますもんね。そのもどかしさ、ね、ありますよね。他の方もそういうことありました？そこまではない？ないかな。そうなんですね。で、綾菜さん、どんな節約生活でした？もう日々の買い物、食材とか、まあ、とにかく安いものですね。もうまずそこで。で、自分のものはもうほとんど買わなくなったし、同じように多分夫も我慢するようになったし、やっぱり収入があった頃とは全然使い方が変わりましたね。そうですよね。節約もね、どこまでしたらいいかもわからないですもんね。自分一人だったらね、まあ、コントロールできるかなって思いますけど、子供とかはね、教育どこに向かうかとかもね、子供次第ですしね。何千万貯めたらいいとかもね、まあ、それぞれ考え違うからね。そうですね。とりあえず節約っていうことをしますね。ありますね。なるほど。で、まあ、綾菜さんは働きたいなと思って行動されてましたけど、過去、ね、保育園探そうと。で、まあ、どうでしょうかね。どんなふうな理想、目標を叶えたいなと思って行動されてたんですか？そうですね。本当になんかもう節約が辛くなってきたので、とりあえずそこから抜け出したいと思って、もうなんか節約だけじゃお金も増えないし、だったら働かなきゃと思って、そうですね、まず一番はその身近な我慢から逃れたいっていうのが大きい原動力でした。そうですよね。やっぱりね、まあ、自分のため、家族のために節約をね、選んではいますけど、自分から自由をね、なくすっていうのも節約ですよね。やっぱ働きたいって思って働けんだったらね、悩みもすぐね、解消するんでしょうけど、まあ、ママになると、ね、保育園が開かないといけなかったりって思ったり、ね、子供と両立できるかなとかね、悩んだりしますけどね。そうですよね。綾菜さんは、ね、どんな買い物をしたかったんですか？これ買いたかったとか。なんだろう、お肉とかもなんか牛肉とか買えないし、なんか全然家で出せないし、もうそういうのも気にせず買いたいし、本当もうなんかね、なんかめちゃくちゃ人が多い特売日とかに行くけど、子連れじゃやっぱり大変だし。なんかそういうのはね、ちょっとやめたいなと思ってましたね。でも分かりますね。私もね、ビーフシチューってね、ビーフってあれですよ、牛肉ですよね、入れるの。でも鶏肉とかね、豚肉入れたりとかね、してましたよ。今ますけどね。でね、体に栄養いいのは鶏肉だって思い込ませてね、牛肉をね、買わないようにしたりとかね。で、実家帰るとね、遠いからね、年に1回とか、2回とか、あとステーキとか出してくれるから、すごいね、牛肉久しぶりって喜ぶとね、母親がね、あ、そうなのみたいなびっくりしましたけど、そうですよね、牛肉ね、高いですよね。わかりますね。あと、綾菜さん、他にもなんか叶えたいことなかったでしたっけ？
叶えたいことは、なんか将来もうちょっとたくさん収入を得られたら、家族みんなで旅行に、海外旅行に行きたいんですよね。ですよね、旅行ね、うん、家族みんなで楽しめることだからいいですよね。はい、うん、他の方も旅行を目標にしてる方います？おお、すごい。みんな、ね、やっぱ旅行ね、贅沢でね、行きたいですよね。うん、ね、お泊まりできるだけでもね、料理とかしなくていいし、お風呂も温泉入れたりとかね、幸せですよね。ね、早くね、ウイルスも落ち着いてね、たいですよね。なるほどね。そうだね。あとどうだろう。あとはありました？もうないですか？あ、でも、あ、なんかなんだろう。子供に、まあ今ちっちゃいからあれですけど、うん、あれやりたいって言われたら、習い事とかも、うん、もうそれさせてあげたいし、うん、そう好きなものも自分の好きなものも。なんか安いお洋服屋さんじゃなくてちゃんとしたところで買いたいし、うんうんうん、なんかそうですね、まあ、前は普通にできてたことが今できなくなっちゃったので、うん、そういうのを一つ一つ叶えたいなって思ってます、うん、そうですよね、うんうん、ありますね。そうですね。でまあね、彩菜さんが、まあ、エッセンスクリエイターに、ね、出会って、そういうところのお話もお聞きしたいなと思うんですけど、うん、どうでしょう、どんなお仕事を探されてたんですか、エッセンスクリエイターになる前は。もう保育園に入れないなんて思った時から、なんか家で働けるのを探してて、うーん、なんか内職か見たり、なんかクラウドワークスでライターのなんかお仕事とかもちょっとしたんですけど、なかなかそのなんだろう、安定した収入みたいなのは得られなくって、うん、時間ばっかりかかっちゃってて、そこで悩んでましたね。一応探したのはそれぐらいですね。なるほどですね。で、エッセンスクリエイターはどうやって知ったんですか？知ったのは、インスタもともと自分の使ってたやつで、検索とかはよくしてたんですよ、なんかいろんなやつの。はい、それで、なんか在宅ワークみたいなので、ハッシュタグでなんか検索して、そしたら SNS クリエイターっていう、なんか知らない単語が出てきて、はい、そこからなんだろうってすごいめちゃくちゃ調べたのは覚えてます。うん、旦那さんどうでしょう、私のところにねたどり着いてくれましたけど、その前も結構もうリサーチしてたんです、調べまくってたんですかね。多分いろいろ見てて、うん、そうそう、多分松江さんが一番素敵な方だったので、ちょっと嬉しい。はい、ありがとうございます。ちょっとそこ聞きたいんですけど、どこが素敵だったんですか？なんかなんだろう、なんか動画 YouTube かな、なんか動画で見て喋っている姿をすごい優しい喋り方ねの方で、なんか私結構なんだろう、はきはき喋る方、うんうん、ちょっと威圧されちゃったりするけどうん、うん、なんかすごい優しい方からお話聞いてみたいなって思いました。あ、そうか、ありがとうございます、うん、ちょっと永久保存版にしますありがとうございます。はい、そうだったんですね。かでもね、まあ、初めてのね、センスクリエイターって言葉を知って、また人ね、電話をしてってとこですけど、ね、なかなか決断、ね、他の方もね、センスクリエイター興味あるって方いっぱいいるんですけど、ね、センスクリエイターになろうって決断するまでとかね、結構時間かかったり、やっぱりやめようってなるんですけど、彩菜さん、その頃どういう気持ちだったんですかね。
ああ、でももう多分話を聞こうと思った時には多分やろうと思ってて、うん、だからなんかちょっともう一回やってみて、もし無理そうだったらもうやめようみたいな、そんな気持ちでとりあえずやろうと思って。あ、すごい。もうまず行動ですね。そうですね。ね、まあ現状を変えたいって思いが強かったのか、ね、どう、なんかね、ありそうですよね。乗り越える気持ちね。多分今までやってたことが、ね、うまくいかなかったから、もう思い切ろうって思ったのかな、多分。ね、素晴らしいですね。ね、あと、まあ、SNS ってどうですか？相葉さん結構やってたんですか？もともと。アカウントは持ってましたけど、自分のアカウントとか本当もう最後の投稿が出産した日みたいなくらいで、もう2年近くはやってないかなって感じで、あんまり投稿いっぱいしたりとかしてなかったです。じゃあ、まあ、初心者って言ったら初心者ですかね。そうですね、そうだと思います。じゃあ、なんで綾菜さんね、まあ、初心者、まあ、SNS ね、まだ習ってなかったときに、習ってなかったのに、今の状態になれたのはどうしてだと思います？もう講座の前から動画見せていただいて、もうとにかくそれをやろうと思ったのと、結構初期の方から、初期はツイッターから始めたんですけど、そこでいろんな先輩とか同期の方とつながれて、もう毎日やり取りできたので、なんか頑張ろうと思って続けられました。あ、すごい。やっぱりね、仲間ですよね。ね、やっぱどうでしょう、独学でやろうっても思ったことあります？独学は、いや、考えてはなかったですね。すごい。そうですよね。いや、過去のね、私は独学でね、できんじゃないかって思ってるところがあって、何でも。ね、YouTube でね、すごい情報出てるわと思って、それでできるのかなと思ったりしたんですけど、まあできないんですよね。継続もね、なかなかできないしね。あ、そうですよね。あ、でね、ようこさんがね、チャットくれてんですよね。大昔って、保育園に入れても、働く時間によってはクタクタの割に保育園料が高い時もあると食材選んじゃってましたって。ね、これ分かりますね。分かる方います、気持ち。保育園料高いって。マイポンさん、ちょっとお話ししてみます？ 経験。保育園料ですか？保育園料計算してみたりしました？保育園料毎月引かれてるの結構高いですよね。なのもう実で、際やってる。復帰せずに、育休手当もらってる方がいいんじゃないかなって思ったりとかもしましたね。働いてる割にはね、なんか出ていくお金ばっかりってなると、ね、子供との時間がね、減ってる割にはとかね。私もね、保育園料計算して、ね、パートで計算してみたら全然足りないわっていう感じでね、結構悩んでた期間も多かったんですけど、ね、ようこさんもそうなんですね。ありがとうございます。で、皆さんね、チャットくださいね。まゆこさんもね、ありがとうございます。お話ね。そうですよね。で、まあ、綾菜さん、ここね、まあ、エッセンスクリエイターになってから今に至るまで、まあ、順調かって言ったらどうですか？順調でした？それともちょっと悩みながらでした？悩みながらです。初めてのことね、悩みますよね。はい。
例えばどんな悩みでしたか？なんだろう、最初は、ま、あの産業になれなかったっていうのもありますけど、なんか子供と一緒だったらやっぱりできないかもとか、なんか人のせいにするというか、うん、そんな感じでずっと来てて、で今度は周りの方がお仕事を取られたりしたらまた焦ってきて、ああなんでできないんだろうとかちょっと悩んだりしてましたね。そうですよね、うん、あのやっぱりね先にね成果出す方って目立ってますからね、うん、ねで自分に置き換えたりもしますよね。でも彩菜さんはねそこでもうストップせずに、まあ、継続されてたと思うんですけども、うん、ねどうそうですね、どうしてめげずにできたんですかね。さっきもちょっとお話あったかもしれないですけど、うん、そうですね、うん、なんかなんだろう、でも 1,2 ヶ月してきたらそのもう毎日することが習慣になってきて、なんか それが別に苦しいとかではないんですけど、でそこからあなんかその周りの人がみんなちゃんとこれこなしてるんだって思ったら私も絶対できると思ってもうやり始めたし、あとは本当松江さんとか皆さんと、ね、お話ししたりやり取りしたりできるから続けられたっていうのもあります。よかったです。彩菜さんがそうやって、ね、悩んでることとかをちゃんと発信してくれるからいいんですよね。うん、ね、ちょっと一人で悩んじゃう方も結構いらっしゃって、うん、だからこそこう、ね、あのお悩み、ね、聞かせてもらいたいなと思ってるんですけど皆さんもね、うんうん、やっぱりねせっかくこうやって講座に入ってるからこそねお悩みはちょっと持たないで進めるのが理想的ですよね。一人で学んでるんじゃないからね、うんうん、そうやっぱりこうやってね質問が出てきたら、まあ、周りに聞いて、ね、で悩む時間少なくして行動で、ね、スピードよく進むっていうのがね、うん、とやっぱり成果ってのは出やすいですよね。なるほどですね、うん、あはるさんね独学は限界あるって思いますって、うんね、ありますよね。そうやっぱりねあのなんだろう間違ってるかどうかも分かんないまま進んじゃいますからね、うん、結局自己流になっちゃって元の自分のやり方になってしまったら、うん、結局変わらないみたいな現状のままですよね。それか時間を無駄にしてしまったってこともあって、うん、やっぱりねあの正しい道をねあの何ですか示してくれる人がいてで悩みをね解決してくれる人がいてって、うん、でノウハウもやっぱ最新のを知りたいですよね。せっかく学ぶならうん、せっかくね頑張って学んでるのに過去の情報でねだったら悲しいですよね。うんね、だからそういうね正しい努力もね独学ではやりづらいけど、まあ、教えてもらうとできますよね。うん、なるほど。じゃあそうですね、彩菜さん、まあ、今、まあ、6万円の案件得て、あでもそもそもね今までは自分の何でしょう作業量も追いつかなかったと思うんですけど、うん、はい、なんで案件もね2つも獲得できて今成り立ってんですか？そうですね、なんでだろう。でも、うん、なんだろう、やっぱその、うん、なんだろう、うん、結構効率が良くなってきたんだと思います、うん、前より全然、うん、どのぐらい1ヶ月ぐらいで慣れました？1ヶ月かな。そうですね、うん、講座が始まって1ヶ月も経たないくらいでは、うん、多分作業量こなせるようになったと思います。うんうん、素晴らしい。そうなんですね。で、彩菜さんどうでしょう、まあ、お仕事ね斡旋があるところ目線作れたのいいところですけど、はい、それを
活用されたんでしたっけ、それとももう自分で発信して得られたんでしたっけ。あ、今回のは斡旋ではなくてインスタを見てくださった方からですね、うんうん、あ、お二人とも、はい、あ、すごいですね、うんうん、すごい、あ、マヨポン、あ、皆さん拍手してくれてるうん、すごいですね。アナさんどうですか、それあの、ね、お問い合わせが来て、はい、向こうの気持ちってどうでした。来た来たと思って嬉しかったです、ね、嬉しかったです、うんうんうん、ね、アナさんね、あのインスタの発信とかもね、これでいいのかなって悩みながらだったんですけどね、はい、うん、でもそれでもコツコツ継続してたらやっぱり見てくださってる人いっぱいいますよね、うん、本当にそう思いました、うん、ね、ダイアナさんだからね、お願いしたいってことですよね、個別に連絡来るってことは、うんうん、ダイアナさんどうですか、これね、センスクリエイターって感謝されるお仕事だと私は思ってるんですけど、ダイアナさんどうですか、感謝されてる実感とか感謝されてます。 あります。毎日日報を送らせていただくんですけど、うん、毎日感謝してくださるので嬉しいです、うん、嬉しいですよね、うん、本当ですね。ですね、私はね、専業主婦の時になんか感謝される機会がなかなかなくなって、うん、それもちょっと寂しかったんですけど、あやなさんはどうですか。うん、うん、なかったと思います、感謝されること、うんね、でも今は変わりましたかね。はい、うんうんうん、社会とつながれました。ああ、よかった。はい。そうですね。あやなさん、どうですかね。まあ、ご家族はね、最初、まあ、専業主婦のあやなさんだったのが、こうやってもう月6万円もね、家にいながら、子供のお世話も両立しながら、こうやってお金を得られてますけど、ご家族の反応って変わりましたか。家族は、そうですね。夫は、なんだろう。こういうなんか、ズームに参加したりとか、なんかそういう時、あのたまに寝かしつけとかもしてくれるようになったし、そうそう、なんか自分が休みの日は私がこう仕事をするみたいな感じだったら、ちょっと娘連れて出かけたりとかしてくれて、結構応援してくれてるのかなって思います。すごいですね。1ヶ月目で、2ヶ月目でですか？ 1 ヶ月目で。1ヶ月目かな、結構多分本当に、多分ちょっと頑張っている姿を、うん、見てくれてたのかなって思います。すごい。よかったですね。私はね、あの、1ヶ月目ではね、なかなかあんまりそうはならなくって、3ヶ月目ぐらいでやっと、あ、本当に働いてんだっていう感じで理解してもらえたんですよね。で、通帳ね、あの最初の頃はやっぱ認めてほしいから見せてたんですけど、うん、ね、それは本当に安定するのみたいなね、ところで様子見られてたんですけどね、まあ安定してるので、うん、認めてくれて、そう、あの家事ね、育児ね、協力フィルターですけど、あやなさんすごいですね、1ヶ月目からね、うん、ありがたいですね。ね、いいですね。ね、まあどうでしょう、あとね、家でできているお仕事だからね、背中見られてますよね。そうですね、うんうんうん、ね、あのお外の仕事だったらね、あんまり見て、ね、言わなきゃ分かんないですけどね、在宅、うん、ワークだと見てもらえてるっていうところがね、うん、ご主人も気づいたり、はい、ね、お子さんもね、気づいてお父さんと寝ようかとかなってるんですかね。うんね、でも1歳代でお父さんと寝れるってすごいですね。そうですね、寝てくれますね、うんうんうん、ね、よかったですよね。なるほど、ね、あとはどうでしょうかね、うん、でもご主人はそういう副業とかはされた経験あるんですか。あ、ないです、うん、ないのにね、こうやって、うんうんうん、なんかちゃんと仕事内容を説明したら、うん、全然なんかね、不審がられたりはなかったです。うんうん、すごい、アナさんのね、背中をね、よく見てくれてよかったです。ゆきこさん、家族が認めてくれると嬉しいですねって。うん、沙織さんもね、素敵ですって。
今ご家族のことで悩んでる方います？いない。あ、みやこさんちょっと悩んでる。あ、ゆきこさんも悩んでる。ちょっとお聞きしましょうか。うん、みやこさんどうですか？主人がなんかクライアントさんとズームしてたら、ちょっと別の書斎の部屋でやってたんですけど、日曜日だったんですね。はい。お前一体何やってんのって言われたんですよ。ああ。でもちょっと黙ってやってるので、はい。入ったのも言ってないので、ちょっとまだ言えないなと思って、どうしようと思って。うん、なるほど。みやこさんね、今お仕事もされてますけど、どのぐらいになったら言えるかなって状況なんですか？まあ本当は元を取るまで言いたくないんですけど、やっぱりまあ最低でも2桁、月2桁安定すれば、まあ、言えるかなと思うんですけど、今は言いたくないんですけど、ちょっと不信がられてるままだとどうしようかなっていうところですね。そうですね。でもね、確かにやっぱり結果が出ないとね、なかなか認めてもらいづらいですよね。はい。で、まあ、みやこさんもね、安定するして安心させたいっていう理由がね、ありますからね、ちゃんと。もしね、まあ、もう一回不信がられたらね、それ言ってもね、全然怪しいことじゃないし。はい、でも、みやこさんお仕事獲得してるから、その調子でね、10万円台、ね、もうね、いけるように。応援してます。ありがとうございます。はい、ゆきこさんもお悩みですか？あ、ごめんなさい、ない。あの家族には行って、まあ、大体行ってあるので行ってですけど、まあ、その案件がまだ取れてないという、ごめんなさい、その悩みです。ごめんなさい。全然ありがとうございます。なるほど、ゆきこさんはね、時間管理で悩んでましたよね。ね、あとはね、もし時間があれば、もうゆきこさんもね、お仕事獲得できるんじゃないかなと思ってるんですけど。そうです。本業と、ちょっと、時間の具合がうまくできてないので、そうですね。そうですよね。もしくはね、3万円のお仕事がね、ちょっといっぱいでしたらね、ちょっと仲間と分け合ってっていうこともね、できますからね。はい。またね、教えてください。ありがとうございます。はい、ね、じゃあ綾菜さん、そうですね、これからの目標って聞きましたっけ？目標はそうですね、運用代行の方ももちろんしていって、なんか最近コンサルをやってみたいなと思って、ちょっと募集してみて、そしたら今日もうね、一人やりたいと言ってくださった方がいて。すごい、何そういうこともちょっとね、挑戦してみたいなって思ってます。どんなことするんですか？どうやったらそうやってお客さん来たんですか？もうストーリーズと投稿で少し紹介して、したぐらいです。すごい、綾菜さんのことずっと見てくれてますね。やっぱコツコツとね、継続すること大事ですよね。はい、いや素晴らしい、よかった、ね。で、まあ、綾菜さんどうでしょうかね、今までの、ね、悩みを乗り越えてきて、ね、でもまだね、綾菜さんのその過去の悩みのところでね、悩んでる方もいっぱいいらっしゃるんですけど、ね、そういう方たちいかがですかね。あやなさん、なんかメッセージありますか？そうですね、なんか、まあ、人それぞれライフスタイルとか、ね、働いてない、子育て中とかいろいろ違いますけど、違うので多分結果が出るスピードも変わってくるとは思うんですけど、まあ、自分が教えてもらった通りに、とにかくもうコツコツすることで、最初はなかなか慣れなくてきついけど、なんか必ずコツはつかめてくると思うので、でそこから
自分に自信がついたらお仕事にもつながるのかなって思うので、コツコツ大事だなって思います。そうですよね、あの続けてればね、あの成果出ますよね、うんうんうん、あでも綾菜さんすごい、なんか過去の綾菜さんはちょっと自信なさげで、ね、大丈夫かなって不安そうでしたけど、うん、今すごいかっこいい。ありがとうございます。それまでベーゲットして素晴らしい、そのままにって感じです。綾菜、うんうん、さんもし今の、ね、状況をね、あの、まあ、チャンスを、ね、逃せなかったわけですよね、綾菜さんは。はい、うん、もしそのチャンスを逃してたら今頃どうなってたかなって想像します。そうですね、全く変わり映えなくコロナの中、うん、多分子供と二人で、ね、うん、社会と全く関われずにいて、収入もないしっていう状態を続けていただろうなって思います。うん、ね、はあ、綾菜さんね、よかったですね。ありがとうございます。もう iPod 使いたい。あ、どうかな、うん。あとは、あ、まなみさんが投稿見ましたって。綾菜さんの投稿が。ありがとうございます。ね、そう、皆さんね、頑張ってますよね。はい。じゃあ、ね、綾菜さんね、いろいろ聞いてね。答えてくれてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。皆さんどうですか、なんか聞きたいこととか、なんか自分のお話とかありますか。ないです。あ、まなみさんのお子さんが手を出てくれてるかも。かわいい。あ、みやこさんどうですか。2人クライアント様 の、 あの、まあ、3万円だとメッセージとか、まあ、ストーリー DM とか作業があると思うんですけど、手入力ですか、音声入力も使ってますか。音声も結構使ってます。あとは辞書登録して、辞書登録の方が最近は早いのかなと思って、それを使ってますね。うん、辞書登録で挨拶とか、あの、ま、決まった言葉で、それプラス何回、はい、やっぱり入れた方が反応いい、うん、いいって分かってるんですけど、それもお一人ずつ入れる感じにしてますか。あ、私は入れてます。入れてます、一人ずつ、はい、入れてます。すごい、すごいですね。うん、ですね、春さんがね、綾菜さんのインスタ見たいってことで今 URL ね送らせてもらいました。うん、他の方もね、もしよければね、綾菜さんのところね見てくださいね。うん、はい、じゃあ他の方質問ないですかね、大丈夫ですか。うん、大丈夫かな。はい、ね、じゃあ皆さん今日はまあ対談でおしまいしようかなと思いますのでね、はい、録画はね切りますね。とりあえずね、ありがとうございます。はい、録画を切りました。そうですね。うん。